ございます。おはようございます。おはようございます。今日は鉄骨の錆止めをいきます。はい、今錆止め後でちょっと見れば分かると思うんですけど、今赤いんですよ、その鉄骨が。あー、そうですね。その赤いのを白にしてほしい、はい、そのための錆止めなんで、はい、今回は錆止めは白色を使います。はい、マイルドボースで白。じゃあ今からこれを混ぜて材料を作っていく感じですね。そうです。こっちが取材ですか。取材です、はい、で割合が決まってるんで、はい、取材が 12.8kg、はいはいはい、に対して硬化材が 3.2kg、うん、これは丸く1本作れるんですね。あー、なるほど、はい、なんでそんな1本いらないので、じゃあ1割、はい、とりあえず作っていきます。はい、で 12.8 の1割なんで、はい、1.28kg、はいはい、で硬化材が3.2kg、うん、なんでこれの1割になって0.32ですね。はい、はい、で、はい、今回もともとが結構真っ赤かだったんで、はい、白にするのにちょっと大変なんで、今回はシンナーなしでいきます。あ、はーい、はい、やっぱシンナー入れてなくてもこんだけしゃぶいっていうか薄さがあるんで、入れなくても本当にいいぐらい。あ、へー、はい、あんまり入れるともうつけちゃうんで、うんうん、なるほど。まあ本当吸い込ませたいとかそういう役割だったらもうちょっと薄くしてもいいんですけど、うんうん、というわけで、で、まあこれからじゃあ錆止め塗るんですけど、はい、よし塗るぞじゃなくて錆が出てるんでよく見てくださいって。あ、これを削れるとこまで表面削ります、はい、あ、へー、はい、パースキー、はい、ワイヤーブラシ、うん、でこれちょっと特殊なんですけど、うん、スポンジにペーパーが付いてるんですよ、はい、あのサンドペーパーみたいな。へー、あ、本当だ、はい、ここ番手が書いてあるんでホームセンターで、ね、めっちゃ安いです。へー、ざっとじゃあ、はい、やっていきます。はい、ちょっと色が違う。ああ、本当ですね。これぐらいまでいけば、うん、これで大丈夫です。 OK、はい、はー、はい、あとはもう錆止めが浸透しますんで、うん、はい、綺麗パターンで、はい、錆止め塗っていきます。 お願いします。でこれ内側から塗らないと、うん、外も塗っちゃったら中入れない。ああ、そうかそうかそうか、先に中から塗っていきますね。はい、はい、まずミニローラーです。ほーい、でいきます。はーい、これまた上からですね。上から下地が赤いんでやっぱ最初透けますね。あー、さっきシンナー入れてないですよね。はい、でもこんだけまあちょっと透けやすいので、うん、まあちょっと要注意ですね。なるほど、はい。地味っすね、なんか塗装ってあんま派手じゃないんですよね。あの足場みたいにガシャーみたいな、あー、みたいなそしたらもうね、寺西さんがもうなんか着替えるしかない。着替える、ちょカメラの前で言うのやめてください。そうなるじゃないですか、ね、社長みたいな。これも3回塗るんですか。そうですね。あー、そうですよね。この上に中塗り、あとローラーで入らないところ、はい、先に見といて、うん、ハケで、うん、こうやって、あ、隙間ですね。あー、隙間が一番難しそうですね。そうなんですよ、ね、はい、じゃあ外側いきます。はい、あんまローラー滑らないように、うん、塗ってください。あ、滑らないようにっていうのは回転と距離が一緒に、うんうん、あー、多分滑ってる、こうやって回転より進んでる状態、はい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 、滑ってますよね、これ、はいはいはい、透けちゃう、塗料が乗らない。ほんとだ、あ、そうか、ま、浮き取ってるみたいな感覚ですね。はー、回らないと。そうです、距離と回転が一致しないと、うんうんうん、で今これあれですね、はい、下の方塗ってる感じですかね。そうですね、鉄骨になってる、はい、でこの裏側もある。あ、そっか、はい、こういうところが目残しでやすい。あ、いいですね、はい、裏側取れてます。やっぱこう面が広いところがこう濡れてくるのは気持ちいいですね。これ見てる人で自分で塗ったりする人多いんですかね、やっぱり。どうですかね、マスカーね、リスナーさんの方ももしなんか自分でなんか塗ってますよとか、もしか、はい、こういうの塗りたいですとか、もしあったら、そうですね、そしたら、うん、こういう風にやった方がいいよとか、そうですね、コメント欲しいですね、欲しいです、ぜひ。
またこのなんか塗ってる感じが気持ちいいって思った方はぜひグッドボタンお願いしますはい、というわけで今回は、はい、バルコニーの最初から最後まで錆止めを塗ってみたお送りしました。はい、ありがとうございます。はい、また見てね。